株式会社小岩井の業務は4つの柱からなります。超高速砂型試作鋳物、最新の設備による RP 砂積層工法、長年の確かな技術が支える木型、樹脂型、金型による鋳造、これらを自由自在に組み合わせることによって、小岩井では短時間に高精度低コストな砂型製造が可能です。金型量産、傾斜式金型鋳造や低圧金型鋳造によって同一製品の量産体制も整っています。X 線、CT、非破壊検査、非接触3次元デジタイザシステムによる受託撮影を行います。3次元測定、さまざまな製品の受託撮影を行います。株式会社小岩井は試作から検査、測定、量産まで鋳造に関わる作業をすべてワンストップで行います。のみを握れば木型の声が聞こえる。ソリッドもサーフェスも三次元なら任せろ。いつも厳しく、最後は優しく。金型のことなら誰にも負けない技術と自信。さまざまな職人のさまざまな手、そこに刻まれた技術が信頼の証。これらの手が小岩井を支え続けています。株式会社小岩井。官能機高精度をモットーとする株式会社小岩井、最新の技術とともにお客様の幅広いニーズにお応えしています。
2007年に設立された清商 R&D センター。ここでは小岩の最先端技術による製造が行われています。ハイエンドの 3D CAD CAM システム、さまざまな種類のプラットフォームに対応しています。複雑な形状でも一体成形が可能なレーザー焼結型 RP システム。高精度な鋳型を短時間で製作できます。この技術が認められ、神奈川県企業誘致制度インベストに認定されました。3D デジタルによる中子鋳型造形システム。CAD データから直接砂型を数時間で印刷造形できます。この技術が認められたことで、経済産業省中小企業庁認定を取得できました。実際に製造された製品が図面と一致しているかどうかを3次元で測定する非接触3次元デジタイザシステム。製品を切断することなく内部の構造を断面表示できる X 線非破壊内部検査機器。これらの設備と技術によりワークフローや工程が短縮されただけではなく、製品の精度の向上、新技術の開発が可能になりました。確かな実績を背景に、常に新しい技術とともにお客様のご要望にお応えし続ける株式会社小岩。今後も私たちは鋳造技術の伝承発展に努め、高品質のものづくりを通して社会に貢献し、価値ある企業として歴史を刻んでまいります。のみを握れば木型の声が聞こえる。ソリッドもサーフェスも3次元なら任せろ。いつも厳しく、最後は優しく。金型のことなら誰にも負けない技術と自信。さまざまな職人のさまざまな手、そこに刻まれた技術が信頼の証。これらの手が小岩を支え続けています。株式会社小岩。清商 R&D に新しく完成・稼働を始めた金型低圧鋳造工法プラント。圧力の差を利用して鋳造する SARP 鋳造と呼ばれる方法を実現しました。共同で開発に当たったのは早稲田大学、岐阜大学、産業技術総合研究所、理化学研究所。 RP 工法を量産の工程に導入することを他社に先駆けて成功しました。
これにより設備や金型のコストを大幅に削減し、サイクルタイムも大幅に短縮することが可能となりました。昨年7月、清少 R&D に新型 CNC 3次元測定器を導入しました。非接触3次元デジタイザも活用しながらの寸法測定受託撮影を業務として開始しました。弊社が誇る清少 R&D の設備の一つ、産業用 CT スキャナ、非接触3次元デジタイザも活用しながらの CT 非破壊検査受託撮影を業務として開始しました。3月11日に起きた東日本大震災、弊社の宮城工場には人的被害はなく、建物設備に大きな被害はありませんでした。事前に策定しておいた事業継続計画 BCP が功を奏し、6日後には生産を再開。今では震災前と変わらなく生産活動を行っています。週末には社員の有志で被災地でボランティア活動を行っており、微力ながら弊社も復旧支援のお手伝いをさせていただいています。のみを握れば木型の声が聞こえる。ソリッドもサーフェスも三次元なら任せろ。いつも厳しく、最後は優しく。金型のことなら誰にも負けない技術と自信。さまざまな職人のさまざまな手、そこに刻まれた技術が信頼の証。これらの手が小岩井を支え続けています。株式会社小岩井。